の JR 東日本が山手線新駅の駅名を公募すると発表してから1週間が経った今日この頃、最近のキラキラネーム事情でただただ長い駅名がついてしまったオフィスガル今別駅の駅員はどうかこの轍を踏まないでくれと思っているだろうと想像する中、やってまいりました常磐特化なラジオ AT 名鉄の第2回。今日も早速メニューのご紹介。まずは寿命を長めに使おうと古い車両を改造してまで使いたい JR 西日本のような自転車操業感が持ち味の特徴、今週の鉄道ニュース。そしてまるでここは3号渋谷線かと渋滞しそうで渋滞しない感じが持ち味、特集名鉄名古屋という美学などなど。さらに果たして一つ目の上達先がわからない東京メトロ0線系のような行き先のあやふや感が持ち味、酔いどれハミングなど最後までお楽しみ的なコーナーが目白押し。以上3つのコーナーで21時00分00秒からお送りいたします。今日の特集は名鉄名古屋という美学です。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。時刻は10時10分になりました。常磐特化なラジオ常磐特化なラジオ18第2回、でございます。先ほどですね、
生配信をご覧いただいていた方にはですね、ちょっとですねトラブルがございましたので大変失礼いたしました。私の OBS 操作ミスがございまして、少々皆さんには、ご迷惑をおかけ大変失礼いたしました。なんだかんだ言いまして、1ヶ月ほどのご無沙汰でございました。申し訳ございません、前回の配信の日は少々、体のメンテナンスがございましてお休みをいただいておりました。で、今日は1ヶ月ぶりの常磐特会のラジオということでお送りしてまいりますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。わあ、ここのところですね、なんか梅雨なのかそうなのかわからないぐらいの気候で、こちらの大阪、今日はですね、ピーカンです、ピーカンというのは放送用語、業界用語なんですが、快晴という意味でございまして、もうピーカンピーカンピーカン、バーンと太陽が差し込むような差し込むようなですね、日になっておりました。まあ、そんなこんなですね、やっていくわけなんですが、まあ梅雨が果たしてまだ明けていないようでございますけれども、いつ明けるのかななんていうところもちょっと気にしながらですね、で今日はお送りしていきたいと思います。ごめんなさい、ちょっと今音があれしたのは iPad を動かしたからです。はい、それでは、今日お越しいただいている皆さんご紹介します。まずはタカピーさん、ありがとうございます。音を決めてご指摘いただきましてありがとうございました。そしてダダさん、トモタロウさん、スミノリさん、こんばんは。プラレールさん、そして三千五十六からさん、ザカさん、こんばんは。そして、サイバさん、ご無沙汰しております、ありがとうございます。で、さらにヨスケさん、イグロさん、ありがとうございます。という、あとはシェフさんですね、こんばんは。誰よりもアベノミクスの恩恵を享受しているのに攻撃続けているなど、その辺はですねちょっとお答えさせて控えたいと思いますけれども、あ、そしてエフタマさん、こんばんは、ありがとうございます。初見ですということで、名古屋は暑かった2018年6月16日ここ重要。まあ今日は本当にね暑かったですね。もうひどい暑さでございます。福岡常磐特会さん、ありがとうございます。コンティニューコイン、ありがとうございます。カーセブさん、そしてトモトロさん、イグロさん、プラレールさん、コンティニューコイン、ありがとうございます。ジョバさん、脂肪分は30までは楽に調整できますよ、ありがとうございます。そうです、今日ピーカンです。明日まで晴れる予定、平気だったな。こちら大阪近畿お住まいの方ですね。ヨスケさんは、ピーカンのおかげで今日の阪神競馬は前残りばっかり、以下走れ、お疲れ様でございました。ぜひ当てた日にはですね、こちらのコンティニューコインをですね1000個ぐらい買っていただけると大変ありがたい、ところでございます。バチカンで晴れとると。あ、明太さん、こんばんは。こんな前に名古屋市内を脱出して自宅に戻って夕飯食べながらということで、ありがとうございます。ここでは初見ということで、ありがとうございます。シェフさん、ギリギリを攻めるシェフね、もうギリギリを攻めるのがね、あのつば九郎っていうヤクルトスワローズのキャラクターもいますけれどもね、あのニュースになるそうといった、のがね、いましたね。友太郎さん、名鉄名古屋って他の都市から来た人にとっては名鉄名古屋うまい、どうぞ。はい、ということで、今日はですね、そんな名鉄のお話もしていくんですけれども、まずはですね、いつも通りこちらのコーナーから始めていきたいと思います。はい、ということで、今週の鉄道ニュースのコーナーでございます。もう今週どころか今月の鉄道ニュースになっておりますけれども、今日は2本ご用意いたしましたので、ちょっと皆さんと一緒にですね熱く語ってみたいなと思います。ちょっとごめんなさい、画面が動きましたはい、そうですね、あ、潤沢さん、こんばんは。今日は名鉄ということで楽しみにしておりましたということで、シェフさん、広島はホーム戦が続けば元に戻りますよ。どうでしょうねちょっとね、暗黒時代再びかと
思ったりもしますが、尾形カープになってから久々の5連敗ということの広島でございまして、まあございますが、ね、梨田監督も辞任というお話もありますけれども、今日はナギャードームでということで。ということで、まずはですね、前回お話が、をする予定でしたブルーリボン賞の話題からちょっとお送りしたいと思います。今年の2018年の鉄道友の会鉄道ブルーリボン賞がですね発表されました。それによりますと今年の鉄道ブルーリボン賞は JR 西日本の35系という客車が選ばれました。ん ?35 系って何や ?35 系とは何ぞやという話なんですが、この35系という客車はSL 山口号の新型客車でございます。外見は旧型客車で中身は新型車両というですね、なかなかカオスな車両でございまして、SL 山口を走っている旧型客車の置き換えのためにですね、製造された車両でございます。U 鉄局に代わる貴重な情報番組ありがとうございます。ブルーリボン賞のセンスも高齢化と。鉄道時事の会、そうなんでございます。ちなみにローレル賞は JR 東日本の E353系、 こちらは、中央線の新型特急ですね。で、もう一つが東武500系リバティです。この2つがですね選ばれたわけでございますけれども、今回行き過ぎた四季島、水壁、この辺のですね、有力候補がだんだんだんと出てまいりました。その中で堂々ブルーリボン賞を受賞したのが、これ間違ってますね、西日本35系という番狂わせになりました。なかなかのですね、強敵揃いだったんですよ。四季島、水風。まあ私は正直七つ星の例があったとはいえ、この二つのうちのどっちからだろうと考えていたんですけれども、なんと選ばれたのはこの子だったと。それも E353系、東武500系、まあふさわしい車両揃っている中でのこれですので、JR 西日本にとってもこっちっていう感じはあったのではないのでしょうか。ちなみに七つ星登場時のブルーリボン賞は近鉄5万系の島風でした。これはねブルーリボン賞に相応しい車両だなとは思うんですが、一体どうなるのでしょうか。よすけさん、カオスな技術力が評価されたようですね。はい。鉄知事はクルーズトレインが嫌いと見たと。クルーズトレインは別格投資ということに除外されたんじゃ、実は投票のですね、候補には入っておりました。ちょっとごめんなさい、投票のものを見ますが、今年の鉄道ブルーリボン賞は、ごめんなさい、候補がですね、これじゃなくて、ブルーリボン賞候補2018と、今年の候補は E353 系、こちらにお見せしましょうかね。はい、今年はE353 系、E001 系、これ四季島。で、EVE801 系、これ小賀線のやつですね。で、DB500 型、東武鉄道500系、東武鉄道7万系、西武鉄道4万系、京王5000系、東京メトロ1万3000系、東京都交通局320、これ多分トネリライナーの新型車両ですかね。で、横浜の地下鉄、横浜市交通局の 3000V 系、西日本旅客鉄道87系、これは水風で、今回受賞したのに35系で、京阪のプレミアムカー、四国の2600系、これディーゼルの新型車両ですね。で、伊予鉄モハ5000型、西鉄9000型、鹿児島市交通局7500型、ユートラ、まあこのような候補がある中での選ばれたのがこれですからね。なかなかですね、これは
もしかしたら私まだこの35型乗ったことないので、乗られた方には分かるふさわしさがあるのかなと思ったんですけども、まあ敷島はあのセンスじゃなと。第320はトネリーありがとうございます。四国の黒丸をエクセルで名前順でそうとしたら一番上で出てきただけその可能性も泣きにしもあらずですけれども、さあこの35系というブルーリボン賞がですね、今回選ばれましたけれども、これはふさわしかったのかふさわしくなかったのか、これはまあですねちょっと皆さんの頭の中で、ちなみに私はですねクルーズトレインに撮ってほしかったですね、今回は、今回ばかりは、という、私の主張を述べたところで次のニュース参ります。はい、こちらです。マイピンでもございました JR 東日本が山手線の新駅をの駅名を公募すると発表しました。2020年に開業する山手線品川から多摩地間の新駅の駅名を公募すると発表。 JR 東日本が駅名を公募するのは今回が初めてでございます。まあ、今までね列車の名前が公募というのはございまして、はやぶさ、はやて、その辺の列車の名前は公募で決められたものですが、今回ですねなんと駅名まで公募しちゃおうという、大変盛りだくさんな企画でございます。ではですね、一体この駅名は何がいいのかという話を以前にもちらっと序盤とかのラジオではお話をさせていただいておりましたが、この駅の近所には仙岳寺という駅がございまして、でなおさら高輪という町の名前でもあり、さらに白金も近い、三田は田町ですねちょっと違うか、となったところで、この新しい駅名は一体何になるのかというところがですね大変注目ポイントかなと思います。ちなみにこの駅名を公募するにあたり JR 東日本は、こんなですねコンセプトを述べておりまして、ごめんなさいこちらスライドを作ってはいないのですが、2020年に開業する品川新駅という仮の名前があるそうです。田町品川間はグローバルゲートウェイ品川のコンセプトのもと、国際的に魅力のある交通拠点の創出と、駅マッチ一体の街づくりの検討を進めています。世界中から先進的な企業と人材が集い、駅と街が一体的な空間として感じられる新しい街、この街の玄関として2020年に誕生する新しい駅の駅名を私たちは皆様と一緒に考えたいと思います。こういうことでございますね。で発表は2018年の冬頃、そして商品採用された駅名をご応募いただいた方の中から抽選で100名様に当社オリジナルグッズを差し上げます。もうちょっと欲しかったですねなんか例えばビュー商品券1万円分とかね、田舎のグランクラス乗り放題券とか、この駅使い放題券とか、なんかそういうのがもっとあったらいいんじゃなかったかなと私は個人的に思ってしまうのですが、残念ながらですね、いただけるものは当社オリジナルグッズだけというですね、ちょっとですね、まあ私がこの駅名を決めたんだという自慢だけができるという特典でございます。そして、採用された駅名は JR 東日本に知的財産権が移譲されるという状態でございます。さあ、この新駅名は一体どうなるのかという、このニュースでございます。皆さんもですね、もしかしたら応募された方いらっしゃるかもしれませんけどね。ちなみに、私、ごめんなさい、ちょっとコメントが更新されておりませんでした。どこだ。失礼しました。ちょっとコメントが更新されませんで、全然お呼びできませんでした。芝浜駅かというのがプラレです。
公募していたね、応募しちゃったというのがあったから、予想以上に品川すぐでびっくりした。そうなんですよね、意外と近いんで。札の辻駅応募したと、したのは高木さん。茨城紀子さん、こんばんは。 AKO47 駅、今日、あれ今日でしたっけ、総選挙ね。今年のノミネートからすると35型かリバティぐらいしかブルーリボン賞にふさわしいのはない。通勤者のブルーリボン賞、ただし、ただ去年のブルーリボン賞、阪神の5700型ですからね。 JR 仙岳寺西日本風味、まさに明日の早朝から新駅を通る。そうです、京浜東北線の施設工事がございます。どっかのスポーツ紙がどんな駅名がいいですかとアンケートを取ったら、ポケモンコーナーそんな駅が駅名だったんですね。山手線だけでも駅名と地名が一致しないのは確かにそうですね。渋谷は渋谷区じゃない、まあ、品川が品川区じゃないというのは有名な話でございます。港区です、渋谷駅は。あ、じゃあ品川駅は。で、ちなみに渋谷は渋谷区だったと、私の記憶が間違ってなければ。おそらくボーフルペンとクリアファイルあたり。同じコンセプトで中途半端な結果になっている笹島ライブ。何をライブするんだって話ですけどね。あの疑問が。おもてなし駅だと。豪華粗品ぐらいケチ。確かに。ねえ、間を取って多品ね、組み立ちみたいに。ちなみに私は江戸の門とゲートウェイということから、高輪大木戸と応募しました。 JR 貨物の友達は旧札の辻電流線があった場所なので札の辻ということなんですね。当初オリジナルグッズカット敷島フルがいいな多分ないでしょうねおそらくこの文面からするたびにもらえて蛍光ペン5色セットぐらいだとあ、札の辻失礼しました。タモリクラブでもこの話があったと。品川北と書いて新ジャンペイ。それ中国語読みですね。はい。ということでですね、この駅名もどうなるのか、そして豪華景品はどんな感じなのか、ちょっと気になるニュースでございます。品立つかなとおっしゃるのは、それはラーメン屋です。ラーメンがね、ラーメンがいっぱい揃ってる品川駅の、ラーメンストリートでございますけれども、品川多摩市。まあ、いろいろな駅名が出てくるところでございますが、一体どんな駅名が選ばれるのか、ここもちょっと楽しみにしてみたいと思います。はい、ということで、カツカレー専門店前いろいろございますがということで、本日のニュースは1本目が、ブルーリボン賞、そして、2つ目が JR 東日本の山手線新駅の、駅名公募でございました。品立つー、あまたつーじゃなくて品立つーというね、資格ばかりということでございますが、まあこの駅名、今年の冬頃発表ということで、皆さんもぜひお楽しみにして、私もちょっと楽しみに待ちたいと思います。ということで、今日のニュースでございました。ではここで一曲おかけしたいと思います。今日の一曲目は決めておりませんでしたので今目に入りました。この曲で行きたいと思います。あれ。今目に入りました。この曲で行きたいと思います。いよいよ九州新幹線も開業から7年経ちましたね。そんな中での一曲でございます。向谷クラブザジャーニー、どうぞ。
曲ザ・ジャーニーをですね、公開でユーストリームで、公開していた頃がもうだいぶ前になってしまいましたけれども、もうユーストリームはですねコメントが投稿できなくなりまして、いよいよ IBM クラウドビデオ化へと進んでいく、ちょっと悲しいニュースもね、寂しいニュースもございましたが、そんなこんなで今日もですね、ドーマトカラジオツイキャスで平均配信していこうと思います。お送りした曲、向井クラブザ・ジャーニーでした。ということで今日の特集でございます。今日の特集は名鉄名古屋という美学でございます。わざわざ美学という言葉を用いさせていただきましたけれども、まあ、鉄道マニアの皆さんはおそらくお分かりだと思いますけれども、日本で一番カオスなターミナルということで有名な駅でございます。その駅がですね、どのような、視点でちょっとお話ししていくかというのもですね含めつつ、今日はお話ししていこうかなと思います。その間にちょっと皆さんのコメントをお読みしたいと思いますけれども、誰かの配信の黒帯さんの配信のオープニングでしたね。明日東京競馬第9レースで町田特別神奈川は、ま、町田は神奈川県前にという、シェフさんのところにぶっ飛ばす戸坂さんがおっしゃってますけど、松坂さん町田お住まいですからね。部長も8歳でございます。全世界業から7年3ヶ月。どこの BGM も夏いと。古畑任三郎。それはあの、古立任三郎だと古畑任三郎だと思います。それ本番はこれからでございます。はい。災害があるとむちゃくちゃになる。そんなカオスな意見でございますね。インターンアンバーを目指したのに。さあ一体どうなったのでしょうか。今日の特集、名鉄名古屋という美学をお送りしていこうと思います。失礼しました、ちょっと BGM が大きかったですね。では、まず最初に、斎場さんは名古屋に長いことに行ってなくて鉄分枯渇行ってなくて宮鉄分は枯渇していると。じゃあこの機会にぜひ送っていただいて、名鉄は名鉄名古屋駅の入り口を見たことがあるだけ。そう、私名鉄バージンなんで、いいね、いい言い方しましたね。いいオブラートでございますけど、はい、参りましょう。名鉄名古屋をお話をする前に、まずは名古屋鉄道、名鉄自体のお話をしていこうと思います。愛知県と岐阜県を網羅する全長 444.2km でございます。鉄道会社です。こちらの長さは近鉄東武に次いで日本で3番目に長い私鉄です。ちなみにかつては日本で2番目に長かったそうですが、路線再編がございまして、現在は第2位の座を東武に譲っております。そのため現在は日本で2番目にじゃなくて日本で3番目に長い私鉄になりました。で、年間利用者数はおよそ3億6000万人。すごいですねこれ3億6000万人の人が、名鉄に乗っているということです。つまり日本人は3回名鉄に乗ったことがあるということですね。ちょっと大変な計算になってしまいましたけど、もちろんこれ、延べ人数でございます。延べ3億6000万人です。風呂に入ったら忍者風呂でした。ボキャブラ天国。名鉄は末端のローカル線。そうですね。昨日の朝鶴舞線の煽りで犬山線がやられました。日本で2番目の時代に全線制覇したがなくなってしまった。東武が日本で2位っていう方が驚き、東武伸ばしたんか。ですね、名鉄が減ったという方が正しいですね。名鉄の方が廃線が、15年ほど前に相次ぎまして、その廃線した美濃松線ですとか、岐阜市内線ですとか、その他もろもろの、あの3文字の路線ですとか、八尾津線ですね、そうだ、その路線とかも廃線になってしまいまして、現在は日本で3番目に長い施設になりました。
そうです、友太郎さん。他に私鉄が近鉄しかないですからね。ちなみに、どういう経緯で名鉄だけになってしまったのかというのも後ほどお話をします。八つ線とか乗りそびれたまま廃線になってしまったという、くだり、私も乗ったことがございます。そして、名鉄の大きな特徴です。名鉄名古屋駅を中心としたネットワークが構築されておりまして、主要路線として名古屋本線、犬山線、常滑線などがあります。で、名鉄名古屋駅が名鉄の場合は中心に置かれておりまして、そこから X 字のような、形で、名古屋本線、犬山線、常滑線のですとか、その他北新線ですとか、美西線ですとか、いろいろな路線が枝分かれしています。そしてここは名鉄の特徴です。線後統合により現在の形式が完成しています。線後統合というのは、以前この番組でもだいぶ前にお話ししましたけど、あ、線後統合じゃなくて線中統合です。大変失礼いたしました。線中にですね、線中、昭和初期から、昭和20年にかけまして東京と名古屋と大阪の私鉄が、ほぼ一緒になった時があります。大阪はそれが近鉄です。現在の近鉄は、南大阪線ですとか大阪線とか名古屋線とかありますけれども、もともとは奈良線、大阪線、南大阪線、そして当時は南海、すべて別の会社だったのを、線中の統合で全部近畿日本鉄道という会社にしました。で、その後に近鉄の場合は南海が分離しています。で、また東京ですね、東京は、東急がこの合併を行っておりまして、東急は、まずは東急、そして小田急、京王、京急、この4つでしたね、のものを合併していましたが、ここは見事に分散しております。現在は、元の路線に戻らなかったのは京王井の頭線がですね、もともと小田急だったのが東急になったという経緯、東急は京王になったという経緯がございますね。実家の目の前の見逃し線、今どうぞそうなんですね、全部トヨタのせいだと。常滑に来てんやん。バイ、常滑市、ボートです。はい。セントレア利用者行き帰りお世話になっているとおっしゃるのはエフタマさん。そうです。セントレアに行くにはこの名鉄に乗るしかありません。二の松線は、これ、ノイ式と読むんですかね。ちょっと調べます。ノイ式でいいんですかね。ノイ式で折り返しちゃったもんな。席まで乗っとけ。後藤啓太の反発で一斉離反した東京の地鉄道ですね。京王が小田急のものを借りパクしたわけ。まあ、京王線が、京王線と井の頭線の規格が違うところはそういった秘密があるという話が以前にさせていただきましたね。で、そんな中で名鉄はどことも分離せず、すべて名古屋鉄道として残っております。これが、現在の名鉄のスタイルができた特徴でございます。では、名鉄の特徴いきましょう。パノラマカーに由来する赤い塗装が特徴でございます。名鉄のといえばパノラマカーとおっしゃる方が多いのではないでしょうか。全面展望の先駆けでございます。最近ですね、小田急になんかそれらしき車両が入りましたけれども、パノラマカー、という列車が10年ほど前まで走っておりまして、赤い塗装をその時に初めてスカーレットと呼ばれる色を採用しました。それをきっかけに名鉄の車両は赤い塗装が普及したと言われております。で、名古屋と各都市を結ぶ都市間輸送が多く、国鉄に対抗しパノラマカーや特別車両を導入しています。JR になってからの時代は、現在はもう JR 東海の特別快速、新快速がとっても速く走りますが、当時、関西も含めまして私鉄の方がまだ利権が強かった時代は、名鉄の方が速かったり名鉄の方が安かったりという時代がございました。そのためですね、国鉄から何としてももう客を奪い取ろうというところで、パノラマカーを導入したりですとか特別車両を導入したりといった
経緯がございました。ただ現在は JR との輸送争奪というよりは名鉄しか走らないところへの整備プロモーションに力を入れています。実際名鉄今その観光の PR で一番多いのは犬山ですね。犬山線は名鉄オンリーでございますので、この名鉄が犬山を取り上げているのはそういった経緯があるというのですね。東洋ビジネスかなんかに載っておりましたね。名鉄自在線西尾線本間の違いから名鉄安城ドキドキラインとかにしなさい。パノラマ館はそれ塩競馬場に行けばになりますね。赤い電車京急ではない、小田急帝都線がを京王が奪った。地上時代に信号ケーブルの外資が残っていたんですね。真っ赤な車体、特徴的な大きな車番号はアメリカのインターバンの影響ですね。日清間卒業系が素敵でした。古いどの道豊川から高速改装するんだから小田急から大夢で名鉄にもらえないかなとさあ、ただあの車両は20メーターですからね都市間輸送に加えて特別車両導入もインターバンの影響ということですね。東洋経済ですね。ありがとうございます。洋介バリスタさん、ワン。トマトロさん、昔は名鉄が頑張らなくても、本線、沿線は名鉄に乗る人が多かったと思う。まあ、そういうことだったんですね。まあ、それこそ、大阪、関西の、今の JR 西日本と経由は言ってますね。はい。さて、そんな名鉄のご紹介をしたところで、今度は、今回ご紹介する名鉄名古屋駅の、簡単な説明をさせていただきたいと思います。JR 近鉄の名古屋駅に連絡する名鉄で最も利用客が多いターミナル駅でございます。ちなみに第2位は金間駅で2倍以上のポイントを開いております。1日およそ30万人が利用しまして、名鉄各線へ向かう重要なターミナルとして機能しています。あ、そっか。名古屋市へと総合直通してるから名鉄は20メーター走れますね。失礼しました。さて、そんな1日およそ30万人が利用する、これはですね、日本の私鉄ターミナルでも屈指の規模でございます。まあ、東京の私鉄を含めてしまいますとちょっとあれなんですが、この名鉄名古屋駅、こんな30万人が利用して、いやもうすごい大きな駅なんですだろうなという中で特徴がございます。それがこちら、あーじゃなかった、こちら、1日30万人が利用するにもかかわらず、ホームはたった2面3線しか、あ、3面2線ですね、違いますよ、これ2面3線なく3面2線しかなく、その容量を最大限に生かす輸送体系が大きな特徴でございます。ちなみにご参考までに、ちょっと輸送体系は違いますが、1日25万人が利用する南海難波駅は9面8線ございます。それと比較しますと、1日30万人が利用する名古屋駅はたった3面2線しかないんです。つまり南海難波駅は2つの路線があって、8本の線路が入ってます。名鉄名古屋駅はなんと、たくさん 5、6、7、8 いっぱい路線があるのにもかかわらず、たった3面2線しかないんです。これが名鉄名古屋駅の大きな特徴です。阪急梅田みたいな存在、まあ、ちょっとですね、大阪で例えると難しいんですが、どう例えればよろしいでしょうかね。名鉄、まあ、要は阪急の梅田と阪神の梅田をつないじゃったというのが近いですかね。どうでしょう。金山総合駅になってからなったから便利になりました。昔は金山橋という駅だったんでしたっけ、どうでしたっけ、なんか行っても迷う駅。小田急の町田が1日29万人だから、そのくらいでなんとかさばけるのか。行き先パネルがカオス。そうですね。大阪の人が名鉄を初めて使って就活するって言ってたから、金山乗り換えにしなさいって勧めてあげた。それがいいですよね。そうです、3面2線しかございません。そうです、西鉄の天神は4面3線ですね。それに比べると、この名鉄名古屋というのが、いかにすごい駅かというのがお分かりいただけると思います。
もっといっぱいあるかと思う。そうです。まあ、プラリューさんおっしゃる通り、通過駅だからっていうのは大きいところでございます。新幹線でも名古屋駅と東京駅のホームを比べるのとよろしいということでございます。確かに乗り換えでバタバタ階段とかしたら記憶がない。ほとんど同じホームでございます。近鉄名古屋線と乗り入れしていた時代はそうです。2年3線でございました。友太郎さん。逆に3名2線だから地元の人間にとっては友達と名鉄名古屋駅でバイバイができる。あ、なるほどなるほど。そういったところだったんですね。明太さん、金山橋。今の JR 調整の金山駅の位置に名鉄が移設。さらに東海道線が新設だった。ということですね、金山駅。坂さん、名鉄で一番ショックだったのは瀬戸線貿易でホームがないところでも平均ドアが入ったこと。それが日常でドアの前の看板にもホームがないぜと書いてた。ね、そういったなかなかですね、外国的な考え方が非常に発達してる会社ですね。名鉄名古屋は5歳の頃から地元民として使っていたから当たり前だと思っていたとしたのは3056回。はい、ということでこちらが名鉄名古屋駅の構造です。隣駅の駅名それぞれ載ってます。佐甲というのが、こちらは岐阜方面、山王というのが、豊橋方面です。で、3面2線この青い水色の、色をしていますのが線路、赤がホームです。で、まず1番線と4番線が一般車の乗車ホーム、2番線と3番線が降車ホーム兼特別車、指定席ですねの乗車ホームという風に分けられております。あ、ヨスケバリスさん、いい例え思いついた。光の地下5階の、あ、それいいかもしれませんね。プラレーさん、金山総合駅って89年完成。ねえ、私は金山総合駅以外を知りません。ザカさん、乗り行き先さえ分かれば、佐甲方面と金山方面のホームさえ間違えなければいいという意味では分かりやすいんだが、書き込み乗車したやつは涙も。さて、こちらからさん、でも普通に医療で列車が来るから利用客よと思って。あ、失礼しました。矢印が逆。左が3の、右が佐藤。大変失礼しました。1、2、3。少々お待ちくださいね。写真で確認いたします。私の画像フォルダが出てしまいました。ちょっと確認。写真が。あれ？あ、これ、あれですね。待ってよ。3番線側が山王方面ですよね。で、ごめんなさい、今写真を、そうですね、豊橋岐阜と書いておけばよかったですね。それが一番の、3番線側が、1番線が佐甲ですよね。で、だからこの矢印の向きが、上下が逆ということですね。大変失礼いたしました。上下が、逆になってるんですね。大変失礼いたしました。佐甲方面が、ごめんなさい。佐甲がこっちです。要は、岐阜がこっち、豊橋がこっちです。大変失礼いたしました。右側通行になってますね、これ。ということで、その話が。右側通行、ヨーロッパかなっていう。ちなみに、左側通行の国の方が少ないですよ。はい。という言い訳をしたところで、これは入場券でも中に入るべきだったかと。ほんまや、右側通行やと。そうです。1が岐阜稲山松島方面です。ありがとうございます、メタクさん。1が右向き矢印で、こちらが岐阜方面、こちらが豊橋方面です。失礼いたしました。では、そんなこんなですね、ぐだぐだでございますが、今日の名鉄名古屋の美学は3つのテーマに分けてお送りいたします。その1は歴史、その2は裁ききる能力、その3は過去の足跡でございます。坂さん、
朝は2番3番線にドア扱いの駅員がいて、乗車している車掌が校舎側のドアを開けた後に乗車側のドアを開けて、その間にホームの係員が校舎後ドアを閉める。なかなかですね、それぐらい大事なところなんですが、その話は後ほどするとしまして、まずは歴史のお話をしましょう。名鉄名古屋の歴史は意外と浅いです。1941年に名義線の終着駅として二面三線の駅で開業しております。こちらは正しいです。二面三線で開業しています。名義線は名前の通り名古屋と岐阜を結ぶ今の名鉄名古屋本線の名古屋駅から岐阜駅の間ですね。この列車の終着駅として開業した経緯がございます。ただしこの時にはもうすでに名鉄の体制になっておりまして、1944年の東武線神宮前、こちらは豊橋から、神宮前まで行っていた路線なんですが、この豊橋から神宮前の東武線、現在の名古屋本線ですが、これの神宮前から新名古屋間が1944年に開通しまして、地下での直通運転が開始されました。まあ、この時にですね、利権争い云々の話があったという話もあったそうですが、ここでは省略させていただきます。3056からさん、鉄道はそこまで左側通行少なくない。中国も韓国も東南アジアも、左側通行。ですね、これは国によります。東南アジアでもインドネシアは右側通行ですね。で、ベトナムも右側通行で、結構東南アジアはイギリス統治下が多かったというのもあると、東アジアの国は日本が、鉄道を使っていたというのもありまして、東アジアの国は右側通行ではなく左側、鉄道だけ左側通行にしている国が多いです。ちなみにフランスも左側通行ですね。ただドイツは右側通行だったりとかですね、結構ややこしいんです、この鉄道の左側通行右側通行。必ずしも道路と鉄道の左側通行右側通行というのは一致しません。これが面白いところです。そうだ、東西直通運転開始記念切符持ってるのを思い出したと振られる。開業当初から地下駅でオープンしております。1950年にすでに開業していた近鉄名古屋駅の、線路と、これはすでに接続していましたが、そこに近鉄連絡線を設置し、団体列車に限って直通運転を行っておりました。こちら口述いたしますが、この名残は現在でも見ることができます。3400件、ありがとうございます。こちらウィキペディアから転載させていただくもので、右下に書いてある方が、の写真でございます。イモムシはすれ違っただけで乗らなかったとおっしゃるのぞくさん。M 高坂さん、初見ありがとうございます。20名の方にご覧いただきますね。およ赤いもうすごい。ということで、名鉄名古屋駅は近鉄名古屋駅の線路と接続してまして、なおかつ近鉄連絡線を設置し、団体列車に限り直通運転を行っていたという歴史が昔ございました。ただこちらはたった2年で終わっております。その名残の話については後ほど。マイパンマイパンははばる人絶対多いでしょ。その話がありましたね。しかし輸送力が足りなくなり、駅のホームを拡張、近鉄と国鉄に挟まれた土地事情から無理やり二面三線を三面二線へと変更し、現在の形になってます。この辺のお話は後半にございますので、どのように二面三線が三面二線になったのかというのをちょっと比較したいと思います。あ、潤沢さんのツイートより、ありがとうございます。イモムシはどこか可愛い。名鉄の駅から近鉄の方がそうです、ちらっと見える乗り換え改札口ございます。ということで、あ、歴史はここまで。ということなんですが、この名鉄名古屋駅、もともとは新名古屋駅という駅でございました。その新名古屋駅が2005年に中部国際空港の開業に伴いまして、名鉄名古屋という名前に変わりました。ですので、もしかしたらこの番組ご覧いただいている方には、新名古屋の方が、馴染みのある方が多いかもしれません。私はもう名鉄名古屋でインプットされてしまってるんですけれども、
新名古屋、新一宮、そんな感じでインプットされている方は多いのではないでしょうか。そうです、ホームを拡張した結果線路を減らしました。住宅さん、各国の鉄道の左側通行、右側通行はおそらくその各国で運転法規に基づいたようになってる。そうですね、やっぱりまあ、交通的な取り決めがあるものと思われます。ちなみにですね、鉄道左側通行、道路右側通行の国にありがちなパターンが、地下鉄は右側通行で走るで、鉄道、まあ、日本でいう JR みたいなものは左側通行で走るという傾向にございます。左側通行右側通行一致してない国はほとんどそうですね。例外は韓国、ソウルの地下鉄の1号線は左側通行で走って、それ以外の路線は右側通行です。これがややこしいんです、ソウルは。ソウルの地下鉄大変システムがよく出来上がってるんですけど、そこだけがややこしいんですね。特に私は通行方面で地図を読み取るタイプなので、どっちだっけどっちだっけどっちだっけとずっとなってしまうことが多いところでございます。新名古屋の方が馴染みがある。俺の中では今でも新名古屋、新名古屋と。JR 北伊那は全くわからないので新鮮とおっしゃる、このさん、ありがとうございます。西鉄も減らしてるんですね。で、京王も減らしてる。未だに、じゃあ新名古屋の方、名古屋方面で待ってるねと LINE してしまう。江坂さん、愛知九博行ったし、3両のミュースカイも乗った。もう今4両ですからね、ミュースカイ。洋介バリストさん、新名古屋って聞くとただの名古屋駅があるのか。こちらは JR 国鉄の名古屋駅ですね。結構名鉄の駅はですね、新なんちゃらとつける傾向にございまして、今は名鉄岐阜駅になってますが、昔は新岐阜駅でしたし、一宮も新岐阜駅、新一宮駅、豊橋は JR と共用してますので、JR の線路に名鉄が入りますので、豊橋は豊橋のままで、新うるまもありますし、新木曽川とかもありますね。プラレーズさん、地下鉄に直通するところで左右を入れ替えるというおまぬけがございます。なかなかですね、この辺の左側通行右側通行のお話面白いです。ちょっと次回やってみようかな。はい、ということで、この名鉄名古屋は2面3線を無理やり3面2線にした経緯がございます。ではその3面2線になった現在の名鉄名古屋駅、どんな感じになっているのか。1日30万人が降りる通過駅でございますが、その30万人が乗り降りするにはさばききる能力が必要です。これが名鉄名古屋の2つ目の美学です。名鉄名古屋駅に停まる列車の停車時間は平均1分弱です。およそ 2,3 分に1本、全く違う行き先、種別の列車が行き交います。数秒の狂いが大きな遅延を生むため様々な工夫があります。ちなみにこの写真、急行新うぬま、これ新うぬまは犬山線です。琵琶島でね、分岐します。次、普通岩倉駅、こちらも犬山線ですが、岩倉駅まで行く普通列車がその後に来ます。で、その後に、ごめんなさい、普通の鞘駅が来ます。鞘行きが来ます。こちら美祭線です。まあ、津島線美祭線の駅でございまして、一宮で分岐して入る、なかなかにややこしいですね。あ、違う、津島線に行くから津島線でそのまま行く、路線でございまして、で、ちなみにこの後にですね、名鉄岐阜行きですとか、一宮行きですとか、いろいろな行き先が来るんです。これが名鉄名古屋の大きな魅力でございます。あ、タチさん、こんばんは、ありがとうございます。もうすぐライトオフなのでということで、ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっとコメントが更新されませんでした、失礼しました。ソウルの1号線って当初は車両も100系100番です。あ、浜寺さん、こんばんは、ありがとうございます。はい、それは違います。まあ、103系1000番台っていうのも、103系1000番台にっぽい車両が入ったという経緯がございましたね。プライデさん、行き先で並ぶ位置が違う。そうなんです、もうすぐライトオフなので、ありがとうございます。そうです、次々行きます、名鉄名古屋駅。友太郎さん、
乗車ホームと降車ホームが違うからさばききれぬだろうと思います。これが意外とそうのもないんです。意外に4両が多い。塚口で分岐。ありがとうございます。ホームで並ぶところが違うというトラップ。そうなんです。いやでも長崎駅前電停もややこしいからね。で、およそ2分に札幌の全く違う行き先の列車種別が行き交います。数秒の狂いが大きな違いを生むため、様々な工夫があります。さらに、ちなみに名鉄名古屋駅はこちらです。さらに、名鉄の種別はややこしいんです。何がややこしいか。途中駅で種別が変わったり、はたまた行き先が変わることがございます。例えば、まあ、近鉄にもございますけれども、近鉄の場合は、準急、私の南大阪線だとしたら、準急古市行きが古市から急行になります。急行として、橿原神宮前まで行きます。みたいなのはありますけれども、名鉄の場合はそうじゃないんです。乗っていた列車が急に準急になったり、急に普通になったり、急に急行になったりがあります。しかも行き先も急に変わることもしばしば。そうです。赤、黄、緑、水、紫、赤、レール。日本の ODA が絡んだことだけは覚えていた。そうですか。そうですね。要するに訓練された乗客、そういうことです。京急では臨時停車と称していた。そうです。特別停車と言います。名鉄では特別停車駅というものがございまして、本来止まらない駅の臨時停車も数多く存在します。自分が乗る列車さえ覚えていけば大体なんとかなるはず。まあそういうところですね。何その京急みたいなあれ。だからさ、吉良吉良発弥富行きのとある列車。19空港、19普通で、急行区間1駅特別停車。どう筋屋さんすごいですよね。名鉄のね。ちなみにですね、こちら種別が変わるというのは後ほどお楽しみいただけますので、動画でお楽しみいただけますので、そちらもご覧ください。ということで、まずはですね、この名鉄名古屋駅が一体どのようにして裁かれているかというのをですね、動画で撮っております。この着発、どのようになっているのか、名鉄名古屋駅の様子をちょっと撮影しております。名鉄名古屋駅に列車が入って、列車が出るまでを撮影しております。こちらご覧ください。どうぞ。はい。とりあえず、まずは解説なしで、ご覧いただきました。この、名鉄、名古屋駅。まあ、どんな感じでですね、乗り降りが進んでいるのかという、ところがですね、あったんですが、こちらは後ほどですね、今度は解説付きで、お話ししたいと思います。では。新名古屋、名鉄って今こんな顔なの？と、時計は聞こえない。そうなんです。最近はですね、短い方流さなくなりました。初めて高3の時行った名鉄名古屋、目が回りそうでした。滋賀にはない光景だった。
変化球ばかりでダイアグラムがよくずれない。まあ、というか逆にずらさないために変化球をたくさん投じてるんです。5倍速で B チームは天国と地獄だよ。新名古屋からの時は中のホームから乗ることがあるニューチケットを使う。足元にご注意ください。右側閉じて左側閉じて、そうです、校内、そうですね、明太さんおっしゃってた通り校内放送が聞こえなくなるという謎の理由で名古屋では鳴らさなくなったんですね。今はもうパノラマーカーは来ない。 DJ ブース、そうです、明太パノ様のイメージが抜けないとおっしゃるのはこうだ。そういえば大手施設のターミナルとしては自動放送がないということで、ではそのお話をしていきましょう。名鉄名古屋の美学、名鉄名古屋駅ではですね、先ほど言いました通り、種別ですとか行き先がコロコロ変わりますので、コロコロ変わるのもございますし、何せ 1,2 分に1本全く違う行き先種別の車両が来ます。それを理由に自動放送が設けられておりません。放送は誰がするかと言いますと、未だに駅員さんがやるんですね。で、この駅員さんが一つ一つ、次は何分発の特急の岐阜行きです、停車駅はね、鴻宮、一宮みたいな感じで案内して、足元の薙の薙乗車口でお待ちください。全てこの今写真に写っておりますこれです。DJ ブースがございまして、ここから駅の案内をしている。簡単に予想していこうと、TOKIO のやつは4月15日に中京競馬場に行けば聞ける。KK の白川も立正さんが泣いていたが今はどう。名鉄名物カスカスのドア閉め OK ベース、プルルルルルルっていうのが、ね、ありますけど、それは多分後ほどの動画に入ってるかな、どうかな。この奇妙な継ぎはぎ、継ぎはぎ感っていう、そうなんです、これが名鉄の DJ ブース。ちなみに上り下りそれぞれ1個ずつ、先頭側にこの DJ ブースがございます。停車時間短いから数秒の狂いも許されない。係員の客、終わり合図の技術力や脱毛、ほんとすごいですよね。で、昔はブザー。そして名鉄名古屋駅は乗車の際並ぶ列を方向別に分けております。それぞれ指定した色の場所から乗車することになっています。そうです、ビルの鳴らし方にも特徴がございます。こちらの橋後ほどいたします。あそこ狭いから急道部がよくぶつけてへこむらしい。ああそうなんですか。で、方面によりまして停止位置が異なりまして、前寄りもしくは後ろ寄りに止まることもございます。それを象徴する写真がございまして、こちらちょっと転送するのを忘れてましたので、お見せしますが、それを象徴する写真がございます。どれだっけ、これだったっけ、これだこれだ、ちょっと見えますね。こちらが写真、お分かりでしょうか。今この列車止まってドアを開けてます。で、この列車ですね、相当後ろ寄りに止まっているんです。で、今私がいるのがホームの大体真ん中あたりで、列車が止まっているのがホームのだいぶ後ろ寄り、これは、ね、方面物で、4両4両、使いまして、うまく後ろ前で使い分けているというところでございます。停車位置は今よくわからない人がここにいるのか、今九州にいらっしゃるんですかね。乗降終了合図と言った方がいいのか、着終了合図、ありがとうございます。そうそう、短い編成がザザーとホームを通過して前の方に止まる、そうなんです。そうです、ランダムに並んでるように見せかけて、実はこのように色分けがされてまして、色によってこちらが判断できるようになっております。例えばこの、ちなみに次の列車の、次の列車の乗車位置が光ります。なので今光っているのがこれ対馬方面ですけど、これは次の列車は対馬方面が来ますよという意味でございます。で、さらに先ほどの画像、こちらの緑色ですとか、
この水色っぽい色、お分かりでしょうか。この色はすべてこの表示の色とリンクしておりまして、これで並ぶ位置を判断するというところです。出発案内の行き先、そうです。わかりの色が乗車位置になっております。対馬線は金山型が多い。そうです。まあ、初見ではわかりません。どこに並んだらいいの？そうです。そういう意味でございます。明太さん、対馬線ユーザーは基本4両なので、ホーム後方がデフォなので、たまに6両って曲がつくと驚くと。なるほど。これは対馬よしこちゃんでよろしいですかね。よそ者にとっては行き先駅名と方面線区が一致しなくて、やはりどこに並べばいいか迷う。やっぱりそこなんですね。そこが、でもここはですね、やっぱりこうでもしないとさばききれない事情というのはやっぱりございます。何せ3方面ですからね。それなら駅名を3種類用意しておかれる、それならいいかで、ちなみにですね、こちらが表示灯でございまして、この表示灯は何かと申しますと、あなたの列車は何行きですよというのを、示しています。光るのは自発だけ、私が見た限りそうではないかなと、考察しております。対馬ヨハネ、例えば今光っているのは犬球84、この犬球84というのは、犬やあなたは犬山線の、特急です。という意味ですね。で、国86、これはあなたは岐阜方面の特急です。名府3、これはあなたは岐阜方面の普通です、という意味ですね。こういった種別表も付けられてもいいし、さらに先ほどちらっとお話が出ておりましたけれども、名鉄名古屋駅は乗り降りを別のホームで行いまして、かつ発車ベルの音を活用することで効率的な乗車処理を行えるよう大変工夫されております。これはどういう風な乗車処理が行われているかといいますと、ベルの音なんですね。キーポイントはベルです。プルルルッと鳴っているこの音がですね、途中でプルルルップルップルッですとか、プルルルップルッですとか、途中で1回途切れたり2回途切れたりするところがございます。そのプルップルッなったりプルッがなったりした時に、はい、もうドア閉めてくださいねという、暗号になっております。ちなみにこれ方面別に分けられておりますので、それも踏まえまして、もう一回先ほどの動画をちょっとご覧いただければと思います。そうです、ベル音を使って。あくろみさん、こんばんは、ありがとうございます。自発だけだったら並べないからさ、停車目標ですか。ありがとうございます。アナログチックな表示いいね。モールス信号的な、そうです。ではちょっともう一回見てみましょう、先ほどの動画、それを踏まえましてちょっとご覧いただければと思います。まずは列車がやってまいりました。私が今立っているのは特別車側のホームです。この列車は岐阜行きかな、新宇沼行きかな、どっちかな。ということで、まず到着しました。で、まず車掌さん、右側ドア開きます。これ校舎側と特別車用のドアです。で、次左側開けます。こちらが乗車用のドアです。で、まず最初にこのベル、このベルは校舎ホーム側のベルです。で、合図があったり次第、校舎側のドアをまずは閉めます。で、その後に、ベルですね。このベルが、一回鳴りましたね。一回途切れましたね。これで、ドア閉めていいですよ、の合図でございます。お分かりいただけましたでしょうか。そして列車は無事に出発していくというところでございますね。名鉄名古屋のベルのプルとかプルプルは業界人で閉める扉、これは、あ、こちらさっきの、
ベルが、もう一個の別側の方ですね。ちょっともう一回見てみましょうか。一回この画面に変えて、もう一回。このベル音は DJ ブースからではなく、駅員さんが鳴らしています。下にいる駅員さんが鳴らしています。知らせ塔みたいなのがついてる。車掌さん大変そう。左右左右。左右右左。右左ですね。あ、イグロさん、音声だけだけどということでありがとうございます。あ、DJ ブースですか。失礼しました。一応私が調べたのかでは。ウィキペディア情報では、担当法務係員が、ブザー操作の放送係員が確認し、ということは DJ ブースですね。これは。失礼いたしました。左高方面と金山方面で音階の違いで違います。ちなみに、こちらは左高方面。音がちょっと高いと思うんですが、金山方面。もうすぐなります。ちょっと音と途切れ方が違うのをお分かりいただけますでしょうか。これが、ブザー扱いでございます。なかなかややこしくもかつ面白いところでございますね。真ん中ホームの閉じ目合図は、ホーム係員ということですね。ありがとうございます。昔高速があったことを思い出す。高速列車ですね。人力をあなどる中で乗れるでしょうね。京急の人力運行指令という。そう、確かに音低い。そういった違いがございます。まあ、という中で、やはり、名鉄名古屋駅は緻密なダイヤ技がなせる技を現在作っておりまして、運行乗務員はもちろんこのややこしいシステムに沿うこともできる乗客もプロであると言える。この、さばききる能力、人の動き、列車の動き、音の動き、全部が美学、と、私は定義づけさせていただきました。不慣れな人で乗車ホームから降りちゃう人とかいないのかなどうなんでしょう。まあでも近鉄乗るときは左から降りる方がね、便利だったりもしますからね。はい。ということで、ここまでが名鉄名古屋のその2までの美学でございました。昔はディスプレイなかったからもっと分かりづらかったということですね。さてさて、そんな中でですね、あ、コンティニーコインありがとうございます。もしコンティニーコインお持ちの方いらっしゃいましたらたくさんいただきますと大変ありがたいです。そんなこんなですね、名鉄名古屋駅がここまでさばききる能力を確認したところですね。では実際この名鉄名古屋駅を列車から見ると、どんな感じで、あ、コンティニーコイン皆さんありがとうございます。ありがとうございました。列車から見ると一体どのような感じになるのか、ということで全面展望を撮ってまいりました。JR が近くにある場合は JR の方が便利になったから見えた次の乗らなくなったと。近鉄乗り換えユーザーは普通に乗車側にやってきます。ホームの係員からヘイビーアイズですね。もらって DJ ブースのところでブザー連打。なるほど。なかなか知らないことだらけなんで感謝と。だからさ、初見で新名古屋に行った時、わかりやすくて迷わなかったのは私だけ。ちなみに私は迷いました。はい。ということで、全面展望をここでご覧いただきます。普通豊橋行きです。ただし、先ほど出てまいりました、名古屋から準急という列車でございます。佐向駅、新名古屋駅の隣の駅から金山駅までの6分後の動画でございます。先ほどですね、新名古屋の、プルプルの状態もちょっとご覧いただきたいし、ですし、しかもですね、私、本当はこの撮影をですね、金山ではなく、山王まで、ね、しようと思っていたんですが、この列車は名古屋から準急豊橋行きとして運転してまいりますというアナウンスが入っております。こちらもちょっと聞き逃さずにぜひご覧ください。車両はこちら名鉄6500でしたっけね、結構古い車両でございました。では、6分ほどの動画、普通豊橋行き名古屋から準急ご覧ください。どうぞ。
Thank you.
はい、ということで失礼いたしました。豊橋に準急が行くわけないですね。豊明行きでございました。大変失礼いたしました。準急普通豊明行きが名古屋から準急豊明行きに変わるという、一連の動画をご覧いただきました。名古屋球場前のこれ、もともと三ノ駅がね、名古屋球場前という名前だったんですよね。豊明懐かしいと、ちょっとじゃあ下からお読みしましょう。よいしょ。坂をめっちゃ綺麗になっとると。この狭さではこの区間の復刻戦艦無理かと。もはや40。出発アジがそれ、チンベルです。ただし、新しい車両はブザーに変わってます。やっぱ電源がいいのね、と。乗馬服の顔が映らないように。これ実は名鉄の車両の一部には、乗務椅子の前に席があるタイプの車両がございますので、それに座って iPhone を上に掲げて撮ってます。トンネル内がほんま明るくなったと。手前にそうです、停車位置ですね。迷宮42って出てましたね。ガラスちょっと低い位置まであるから子供には助かるんだよね、と。なるほど、駅入線前に定目指示があるので、と。そうですね、豊明行きでした。失礼いたしました。校舎側ブザー、これはですね、4両編成だから多分ならなかったんだと思います。6両ですとか、長い編成になりますと、校舎のね、ブザー、ポーっていう音が鳴ります。準急豊橋で勝てるのが、準急は豊橋には入りませんね。豊橋の駅は、JR と、JR の線路を使ってますので、まあ、要は飯田線に直通運転するという形ですから、1個しかホームがないんですよね、名鉄が。だから、特急と急行も入ったかな？急行と特急しか入らない。あと、快速特急。それぐらいしか入らなかった覚えでございます。というわけ、懐かしいと。新名古屋の全国に診察があったのかな？それらしき空間があった。ドアから手を離してもらって。キャーしたものだと。それでも信濃は金山通過すると。碧南急行の名残はそういうことなんですね。ということで、全面展望ご覧いただきました。準急豊明行き、佐向から金山までご覧いただき、佐向から金山までご覧いただきました。では、最後にですね、名鉄名古屋の美学、その3、過去の足跡、ご覧いただきましょう。名鉄名古屋駅と近鉄名古屋駅は隣り合っていて、この構造を利用して1950年から2年間近鉄と名鉄が直通運転を行っていたというお話は先ほどいたしましたね。で、今回はですね、過去の写真と、過去のデータを紐解きながら、この過去の足元、足跡がどのように残っているか見ていきたいと思います。そうですね、時間6本しか入れられないという協定が豊橋駅にはございます。つまり名古屋本線は名古屋駅もちょっとカオスだし、豊橋駅も過密だし、岐阜駅はね過密じゃないんですけれども、豊橋名古屋というこの2大ネックがございますので、なかなか厳しいところでございます。さっきの迷宮42の光る看板は定目だったんだ、ああいった定目検討する点もか分かりやすくですね。さてさて、こんな構造、近鉄と名鉄が直通運転を行っていた構造はどこにあるのかなという話ですが、その前に近鉄はですね、現在1435ミリ標準機です。新幹線と同じ線路幅。対して名鉄は1067ミリ、
あ、そうだそうだそうだ、新岐阜にも単線がありましたね。そうだそうだそうだ、失礼しました。そうでしたそうでした。だから結局ダイヤ上の制約が相当大きいんですね。そうだそうだ、新岐阜駅の手前がそうでした、失礼しました。ありがとうございます。単線単線、岐阜の手前には単線もあるし、ありがとうございます。ということで、過去の足跡を見ていきましょう。近鉄名古屋線は現在の線の幅を1435ミリです。で、名鉄は JR と同じ1067ミリで異なります。ただし、昔は近鉄名古屋線の線の幅が1067ミリ、 JR と同じ線路幅でした。名鉄とも同じ線路幅でした。ただ、直通運転が終わった後に伊勢湾台風がやってきまして、その伊勢湾台風で線路がめちゃくちゃになってしまった時に、ついでに大阪線と一緒の標準機に変えようということで、名古屋線はこの時に標準機化されております。なので現在近鉄名古屋線と名鉄線はフリーゲージトレインを開発するか参戦化しないと直通運転は向いてきません。それを考えると名古屋本線頑張ってるな。ボトルネックが本線上3カ所にある。あと宮島分岐点もありますね。こんなんですね、名鉄線はダイヤのネックがもうたくさんございます。さてさて、そんな直通運転が過去されていた時代があったんですか。それが近鉄がフリーゲージ、それは違います。佐伯会長の鶴の一声で復旧と期間統一までやれるの、これすごいですよね。今の時代ではできないかなと思います。さてさて、そんな、開業当初の構造を見てみましょう。この時はまだ名義線時代、東武線開通していなかったことですね。関西急行の名古屋駅と、新名古屋駅の構造です。左側が伊勢中川、右側が新岐阜方面です。で、まずこの新名古屋のこちらが現在の、常滑方面じゃなくて、岐阜方面の線路です。で、この岐阜方面の線路と、ここの関西急行現在の近鉄、この2つの線路がこの点点点点点でつながっているのが分かる。これが、近鉄と名鉄の連絡線でございます。近鉄は開機前、そうでございます。1067。で、この、点点点のところは、なんか名残ないんかなと思ってリサーチしますと、実はこの名残はですね、名鉄側でなく、近鉄側に残ってございます。ということで、近鉄名古屋駅に参りました。この近鉄名古屋駅の一番線ホームの先っちょをご覧いただきましょう。こちらちょっと空間があるのお分かりいただけますでしょうか。ちなみに左側はもう壁です。もともとこの柵があるから先はこの銀色の壁が広がっています。ここにちょっと含みがあるのはお分かりいただけますでしょうか。ちなみにですね、この壁を1枚隔てた向こう側は名鉄の名古屋駅です。近鉄名古屋は地下に入ってないんですが、近鉄名古屋も地下ですね。そうです、ここの線路の分岐点がお分かりいただけると思います。ちなみにこれを名鉄側のから見るとどんな感じになってるのかな。ちょっと斜めっぽくなってますね。ちょっと斜めっぽくなってて、で見えないんですけれども、こちらドアがあります。そのドアご覧いただきましょう。こちら名鉄側、もう行きます。近鉄側、ここがちょっと斜めっぽくなってます。近鉄側はここの壁が斜めになってます。名鉄側、ここの壁が斜めになってます。でここに謎の扉があります。さあ、ここでお分かりいただけましたでしょうか。この壁一枚隔てたところがここなんです。というのがお分かりいただけましたでしょうか。この名残はですね、実は名鉄側にではなく近鉄側にございます。という名残がこの近鉄名古屋駅の一番線から望むことができます。
その名残はしなかった。これ意外とですね、私も調べたんですが、実はネットサイトとかでもそんなに出てきていませんでして、ちょっと自力で考察させていただいたという自慢を、まあ、ここまでしまして、このようにですね、名残が残ってるんです。ちなみに言いますと、この壁は、だん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 名鉄側に向かうように膨らんでってるんです。なので、もうこの壁の位置と一致しますね。名鉄の直通運転が、線が、この一番線からの分岐であったということが、これでお分かりいただけるのではないかと思います。名鉄は線路が曲がっていて、名鉄は後から無理やり。お分かりいただけただろうか。名残、壁もくすぶる。お尻ふざけすぎた季節の中で、今春が来ている。そうです。現場に行かないと分からない。で、こちらですね。という近鉄と名鉄がつながっていた名残が、今も残っていると。いずれ壁を取っ払って乗り換えは便利ならどうなるんでしょうね。という、二路線の名残が、この地下トンネル、地下トンネルっていうのは意外とですね、埋められたりすることが少ないですので、残りやすいんです、遺構が。新橋駅もそうですね。ですとか、どこだったっけ、この前も博物館動物園ですとかね、京成の上野日暮里間の旧駅2つ、角道は分かりやすいんですけど、もう1個寛永寺坂っていう昔の駅がございまして、この2つの駅の名残もまだ残ってますけれども、地下はまだ意外と遺跡が残ってるという。世田谷代田もそうですし、新代田とかもそうですから、ね、京王線もそうですね、初台とかね、初台のあたりでしたよね。初台のあたりも名残が残ってます。近鉄の柱と、その話は後ほどします。世田谷大都もね、そう、慶応の初台もそうですね。という名残がこの地下トンネルにはまだ残ってるんです。たった2年間しか直通運転されなかった路線路が、1939年に近鉄名古屋駅開業してますので、約80年経った今もこの地下の構造には残されているという、ちょっとしたスクープを持ってまいりました。はい。で、もう一つ過去の足跡ということで、先ほどもお話ししましたが、名鉄名古屋駅はもともと2面3線だったんですが、それが3面2線になった経緯がございます。そのため名鉄名古屋駅の大変くねくねした独特の構造と、乗り降りに不便な柱の配置なのが大きな特徴になっています。これはすべて拡張工事の名残でして、駅の形態が大きく変わっていることがわかります。住宅さんぞどですね、東成田も旧成田空港のその、まあ跡地といいますか、もともとターミナル駅だったという名残が非常にありますね。さて、そんな拡張工事の名残をですね、名鉄資料館に残されている一つの写真でご覧いただきます。こちら新名古屋駅開業当時の地下ホームです。こちらの写真ご覧いただいている奥側が岐阜方面です。で、カメラマンから後ろ側が現在の、豊橋方面です。ご覧いただきますと2つの柱がありまして、3つ線路があるのがお分かりいただけると思います。で、そうです、広く見えるですね。さて、この駅がどのように変わったか、まあ、大体同じような位置から2018年現在の写真撮ってもらいました。こちらです、ドン。さあ、駅がだいぶ変わったのがお分かりいただけますでしょうか。1枚目ドン、2枚目ドン、これ大体私の予測で同じぐらいの位置から撮ってます。ただ名残は残ってるんですね。拡張工事したなっていうところと、そうでないところ2つございます。それをこの2つの写真を重ね合わせて見てみたいと思います。どうぞ。ちょっと分かりづらいかもしれませんね、これ。同じ駅に見えないと狭く見える、もう貴重な写真。そうなんです。真ん中潰してる柱、もう一回見てみましょう。このだいたい同じところから撮った写真2つ重ねますと、
左側列車が止まってるところの線路は変わっていないのをお分かりいただけると思いますが、右側真ん中の線路なくなっているのをお分かりいただけますでしょうか。ここですね。そうか、空調入れたから天井が低くなってる。ちなみに天井が低くなっているのも、これ名残で分かるんですが、まずはこの線路がなくなってるんです、1本。つまりこの古い写真で見るこのホームというのが現在の豊橋方面の普通列車のホームなんです。一般車のホームです。で、この線路というのがなくなってこのホームが拡張されてるんです。で、さらに、屋根が低くなってます。屋根が低くなってるかどこか分かるかと言いますと、これで分かります。この丸い支柱の上にちょっとだけ円柱みたいなのが乗っかっているのがお分かりいただけますでしょうか。この円柱形の形、よーく見てみますと、この円柱形の先端の部分というのがお分かりいただけますでしょうか。このように屋根が低くなってる、線路を1個潰してる、さらには柱のギリギリまでホームを広げたというのがお分かりいただけると思います。ちなみにその柱のギリギリまで広げたというのがよくわかる写真がこのスライド以外にございます。まずはこちらの写真、こちらさっきお見せした写真ですね。こちらは、この写真で言うところのこの部分ですね。この部分を、向かい側、このカメラとは逆側から見た写真です。こちらのホームは柱とホームの間が比較的余裕があるのがお分かりいただけると思います。ちなみにこのホームは後ほど付けられた拡張工事後に作られたホームです。で、先ほどの、もう一つこちら側ですね。こちら側の拡張されたホームはどうなっているかと言いますと、こちらです。ちょっと分かりづらい、これで分かるかな、ちょっと分かりづらいですね。これ違う写真に変えます。これがいいかな。ちょっと接近して撮った写真ですが、このホームと柱と扉の間お分かりいただけますでしょうか。これは先ほどの、豊橋方面のところなんですが、ちなみにこの柱のちょっと後ろあたりに、展示ブロックがございます。このようにですね、ギリギリに作られていることがお分かりいただけると思います。なのでこのギリギリになっているこの柱というのはどこかと言いますと、先ほど言いました、この柱というふうになります。ホームのスピード量分しかない、だいぶ狭い、だいぶギリギリに伸ばした展示用ブロックが壁にめり込んでいる。京王新宿駅も1本線を取ってホームを拡張する。プラリさん、柱ギリギリまでホームを広げたのは赤坂見附丸の内線側のホームを似たような跡がある。右の柱のギリギリ横までそうです、ホームを拡張します。そうです、3線ございました。プラリさん、京急品川の 2,3 番ホームにも線路を埋めてホームを拡張した跡が残ってるんですね。ということでこれ重ね合わせますと過去と今のこの名鉄名古屋駅の構想が、リンクするのがお分かりいただけると思います。で、もう一つ、じゃあこの柱は果たして本当に開業当初からあるもんなのかと、この写真とこの写真の柱は一致するのか、それを裏付けるものはまたもや近鉄名古屋にございます。この写真じゃなくてこちらご覧ください。こちら近鉄名古屋の先ほどの写真、この柱見覚えございませんか。この写真と先ほどの古い画像比べてみましょう。これ1941年開業当時の写真、円柱形になって下に下がる。こちらも全く同じように円柱形になって下に下がるというですね、近鉄名古屋と名鉄名古屋が構造が全く
同じであるというのが、この柱を見て見て取ることができます。意外とですね、この名鉄の名古屋の歴史をひも解く鍵は近鉄名古屋にあったりですとか、でございます。そうです、近鉄ホーム大活躍でございます。ギリギリだから黄色いラインがついていて、そこには停止しないようにしている、オーバーラインしたら微調整してるって聞いた。狭すぎて降りないのよ。なるほど、乗馬さんの現地次第の5秒とありがとうございます。とんでもないございません。そうです、放射状に広がる柱でございます。近鉄ホーム大活躍。名鉄近鉄はほぼ同時施工、ほぼ同じ構造です。報道記者になればって言ってる。ということでですね、これがですね、私が今回名鉄名古屋をテーマにさせていただいた一番の部分の美学でございまして、トンネルというものは歴史が残りやすい。であれば絶対何か名残があるはずだというちょっとところから、今回このようなリサーチをしましたが、その結果ですね、とんでもない。こんな歴史の名残を柱から感じるところができるという名鉄名古屋の美学がここにあるわけでございます。ちなみに言いますと、名鉄名古屋駅の柱は2つございます。1つは先ほどの円柱形、もう1つはこの四角の柱です。この四角の柱は豊橋型に、円柱形の柱は岐阜側にございまして、これは、建設の期間が違うのではないかと推測しております。元々のホーム、これはもう写真見てお分かりいただけます通り、こちらのホーム側が元々最初から開業当時あったホームで、そのホームをおそらく延伸したのではないか。で、その延伸した時にこの四角い柱を新たに、作っていったのではないかと推測しております。まあ元々ここにはおそらく引き上げ線があったでしょうから、その構造とかも見て取れるないかなと思います。このコンセプトは番組を一本作れます。ギルドが一体的に形成したから基礎が同じというのは当たり前といえばそうなんですけど、経緯を知るところに同じそうなんです。というところで、名鉄名古屋の歴史を紐解く鍵は2つ、近鉄名古屋と柱にありますので、この構造がですね、どのように残っていたのか。あ、なるほど。名鉄バスセンターを作った時柱増強した。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、こちら、名鉄名古屋駅は、柱が歴史を物語っているというところが、皆さんぜひお分かりいただけましたでしょうか。アコーティングコインありがとうございます。ソロですね。切れますので、ぜひとも皆さん、コメントいい声、面白い方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。柱だけ揺らぎない事実、うまい、うまい、ありがとうございます。銀座線も渋谷よりは延伸部分をオリジナル部分の柱の形が異なっていたんですね。ありがとうございます。今は耐震補強で見えなくなって、アコティ君ありがとうございます。皆さんありがとうございます。というですね、この名鉄名古屋の地下から見える歴史、お楽しみいただけましたでしょうか。ちなみにこれ私現地取材です。ものすごくあれです。ハイテンションで、何でしたっけ、テンション上がると出てくるあれが、あ、コーディコインありがとうございます。瀬戸千佳さん、皆さんコーディコインありがとうございます。別府や熊本甲子にレンガ研究家がいると思えば、大阪には柱研究家がいた。今日の特集は圧巻でしたね。あ、それアドレナリンです。ありがとうございます。あ、サバカからありがとうございます。絶対エアコンのダクト工事狭いより星泣かせでしょうね。テンション上がるにゃ、そうです。このホームから見てみると、この名鉄名古屋のホームっていうのは、歴史が見えてくるんです。これをぜひですね、皆さんもただ名鉄名古屋に来ていただきたいんですが、ただ名鉄名古屋ですね、この形態がそんなに長くは続きません。と言いますのも、
実は名鉄名古屋駅近辺現在再開発計画がございまして、リニア中央新幹線の開業に際しまして、現在の駅を約2倍に広げる計画が持ち上がっております。国土交通省から中部国際空港行き専用ホームの建設を要望されており、すべてを含めホームの形を作成しています。つまりこのホームがもしかしたら今3面2線ですが2面4線になったり2面3線になったりするかもしれないということです。これはですね、地図をご覧いただくと分かります。これ名鉄名古屋駅、こちらが近鉄名古屋駅、名鉄の名古屋駅がこの辺に、近鉄の名古屋駅がこの辺にございます。で、拡張計画では、この先ほど、あ、ちなみにこちらの上側が岐阜方面、下方も下側が近鉄名古屋線が出てきてるから、ごめんなさい、ちょっと名古屋の地理にお詳しい方ちょっとお書きいただければありがたいんですが、名鉄名古屋駅がありまして、今頭の中の地図を改善させております。こっちが伊勢中川だから、伊勢中川ということは豊橋で、こっちが岐阜ですね。上側が岐阜、下側が豊橋です。で、新しい、ありがとうございます、上が岐阜方面、ともたぶさんありがとうございます。で、新しい線路は、あ、みたくさんもありがとうございます、たきゃぴーさんもありがとうございます。この名鉄名古屋駅のこのホーム、この線路上に東山線、下に桜通り線どっちだったっけなみたいな、このホーム、今度この今赤色がなってます太閤通りという通りがありまして、こっち側に名鉄名古屋駅を広げる計画がございます。地下でですね、つまり都線路がもう一つこの辺に増えてホームも増えますよという計画です。この計画が2024年に、完成するという、あ、じゃあ2027年でした、失礼します、2027年です。リニア中央新幹線が開業する2027年に完成させるという計画が現在持ち上がっております。なる、じゃあ伏線も夢じゃないと浦井さん、伏線が大変ありがとうございますという計画が現在持ち上がっておりまして、こちらはもうなんか現在実行されそうな雰囲気になっております。となりますと、現在のこの3面2線形状での名鉄名古屋駅の構想がいつまでも見られるわけではなさそうです。新しい駅になることがよりカオスを生んだり、新たな爪痕を残すかもしれないという、実はちょっと変わりつつあるよという名鉄名古屋駅でございます。あ、そうだ、ちなみにですね、もう一つ、この4番線ホームですねが新設されているという名残が見れるポイントがございまして、新名古屋駅、名鉄名古屋駅はですね、1、2、3番線、もともとあったホームのこの写真でご覧いただけるこのホームがあったところの、改札口からの通路は1回階段上がって下がらなきゃいけないんですけども、4番ホームだけ改札からそのまま階段下降りるだけできるんです。これも、構造上の違いがよく見て取れます。今のボトルネックがもっとボトルネックに。まあ、どさくさ紛れに、琵琶島分岐から神宮前まで複数も夢じゃと思ったら、三能がネックですね。新名古屋だけ2面4線化しても、線路輸送力を増やさなければ宝の持ち腐れやん。あ、そっか、太閤通りはそこじゃないわ。免疫通りですね。免疫通りの下に、逃走計画ですね。そっか、太閤口ってビッグカメラ沿いでしたね。失礼しました。名古屋におかしい方ご指摘ありがとうございます。ちょっと私も名古屋の地理は実はまだ地図がつながってないもんでして、この名駅前通りにガスンとつけるという計画が現在持ち上がっておりまして、これが一体どうなのかというのもですね、注目ポイントになっております。ですので、もしかしたらこのカオスな名鉄名古屋駅を見られるのはあと10年ぐらいかもしれませんので、これを機会にですね、ぜひ、今回ちょっと謎を紐解きました近鉄連絡線の場所ですとか、柱の形状、
駅の形状、これをですね改めて皆さんにぜひご覧いただければなと思います。はい、てなことで、本日の配信、名鉄美学の名鉄名古屋の美学でございます。近いうちに新名古屋行きますと、プラジオさん、まあ伏線でもお互い交互発着できるだけで時間3本増やせるからなとそういうことなんですね。なんか名古屋に行ってきたくなってきたなと、名古屋で普通が特急を待つという光景もあるかもしれませんね。名鉄の錆びついた匂い、私大好きですけどね、あの匂い今夜は乗馬さんのチェックを見直したわということで、今回は名鉄名古屋の美学を、様々な面からご覧いただきました。ちなみに、最後にですね、私が名古屋で食べたものを、ご紹介いたします。まず一つ目が、こちらですね、はい、串カツでございます、ね、美味しかったですよこれ私は味噌カツが大好物でして、もう味噌串カツはですね、もうたまらなくこいつに合うんですね。ということで、こちらは、栄の、飲み屋さんですけれども、串カツ、名古屋の味噌カツは味噌串カツなんです。味噌串カツもあれば普通にソースつける串カツもありますよね。その中でもやっぱり名古屋ということで味噌串カツをちょっとセレクトいたしました。あ、きしめんも食べたんですが、ごめんなさい、きしめん写真撮るの忘れておりました。はい、あともう一つ、味噌カツも食べました。いつもはヤバトン行くんですけれども、ヤバトン大阪に支店ができましたので、今回はちょっとヤバトンじゃないところに行ってみました。ネギがお嫌いな方はちょっとあれかもしれませんが、このネギの下にですね、たくさんの味噌カツが乗っかっていると、味噌カツが入っていまして、キャベツも山盛り、もう若い者には大、もう大変ありがたい味噌カツでございました。1880円ぐらいしましたけれども、結構美味しかったですね、これね。やっぱり、ネギ味噌カツ食べたい。美味しかったですよ、これ。こちらは、矢場町と、栄の間の、松坂屋のあたりにございました。お、明太さん、今度名古屋へお越しの際は、私のおすすめの味噌カツ屋に拉致。これは、ぜひともよろしくお願いします。これは食べたい。ということで、こちらの味噌カツも大変美味しかったという。胃袋も歴史の意味でも大満足の、名古屋取材でございました。他に食べたものの写真はおそらくもうないかな、ないっぽいな。ちなみに泊まったのは、新栄町という駅でございます。はい、ここにある某、東横インに泊まりましたね東横インのミッドナイトプランという、大変ありがたいプランがございます。で、ね、新幹線乗って、名古屋行ってという、ね、流れでございました。はい、はい、でマウンテンまだチャンピオンシップするなら20代のうちマウンテンはどうなんでしょうかね。私結構最初になんかちょっと下手物の食べ物を食べるのにちょっと抵抗があるタイプでございます。そうです、そうです、民放発祥の地の向かい側です。まあね、民放の発祥の地、私も一応毎日放送と言いたいところなんですけれども、民放で初めて放送を始めたのは名古屋の CBC ですからね、しかも確か3時間ぐらい早く CBC の方が先に放送始めたんですよね毎日放送が正午に放送始めるって聞いた CBC が朝9時ぐらいに放送を始めたっていう経緯が確かあったかと思います。東横だとワイカインじゃ名鉄名古屋を観察したらすぐ2時間、これですね、取材時間4時間5時間ぐらいもう優に過ぎておりました本当にですね、偵察してみると面白いです、名古屋駅。なんでや、飯の関係ない。そうですよね、朝9時から正午ですよね。私も一応授業でその辺はマスターした覚えがある。あ、 JOAR 朝日放送が欲しがってたNR ですけど、朝日放送はこの前ホールディングス化されまして、何になったんだっけな、テレビのコールサインが変わりましたね、朝日放送はね。
はい、ということで、今日は名鉄名古屋の美学、まあ、私の中ではその1とその2はおまけです。このその3の構造的な美学を、中心にお伝えしてまいりました。いつも乗り換えしかしなくて名鉄行ってなかったなということで、では、ここで1曲おかけしますけれども、今回名古屋ということで名鉄ということで、こちらの曲をおかけしたいと思います。こちらはですね、なんとフリー音源でございまして、名鉄といえばセントリアに着く前にこの曲が流れます。おっとっとっと、ということでお聴きいただきましょう。名鉄と名鉄のニュース界特急がセントリアに着く前に流れる曲です。フリー音源のビッグサンセットです。どうぞ。皆様、本日は名鉄をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点の中部国際空港に到着いたします。阿弥陀などお忘れ物などございませんようご注意ください。この後飛行機にご搭乗されますお客様、どうぞ快適な空の旅をお楽しみください。名鉄のまたのご利用を心からお待ちしておりますというアナウンスが流れながらですね、この曲が流れるんですけれども、そうなんです。この音源、私実は潤高さんからいただいたんですね。で、後ほど私も天竺の CD 見つけまして中古で買い直したんですけど、
ビッグサイズ8はですね、特急乗ったら流れます。ミュースカイがですね、最近あまり流れないんですけれども、特急乗ったらですね、まだこのビッグサセット流れますので、ぜひともお聞きください。そこでチタ娘と来たらびっくりした。お疲れ様でしたということで、プライレさんありがとうございました。この番組シンプルの日替わりコーナーでやってほしい。本当に初めて来たらそれで驚く名鉄名古屋深井という話でございます。セントレアの連絡橋を通過している光景を思い浮かべながらと。佐山さん拍手ありがとうございます。しなかなか使いませんね。名鉄パレも昔の話。これが流れ出した直後に放送を入れて、どうぞ快適な空の旅をお楽しみくださいと入れる知人の J 常福。少々そうなんです。お聞きの放送はジェットストリームではございませんね。はい。このビッグサンセットが入ってる音源 CD を偶然アマゾンで見つけて、お、これ買いやんと思ってポチった頃を思い出したと。そうです。最初音源をいただいたのは潤高さんでございました。友太郎さん、名鉄丸栄が一宮市にあって、そこが一宮線の終着駅だったんですね。なるほど。俺も特急乗ったら聞いたわ、ということで。この曲もですね、ちょっともうなんかミュース界流れなくなりましたよね、あれ。まあ、特急はまだ流れるんですが。まあ、ということで。メテスといえばということでセレクトしました。お送りした曲はビッグサンセットでした。あ、塩垣さん Y 常磐くんだお久しぶり大根ということでありがとうございます。では、この後は告知コーナー参ります。改めまして皆さんこんばんは。常磐特会でございます。さて、常磐特会なラジオ次回配信のお知らせでございますが、ザカさんの配信ちょっと実はちょっとあんまりまだスケジュールが連絡を取り合っていないというですね、なんか勝手にちょっと決めてしまったんですが、ザカさんこちらの日程でよろしいでしょうかというちょっと業務連絡も含めつつ、次回の配信ですが、とりあえず発表しちゃってということで、では参ります。次回の配信は、7月7日22時からを予定しております。配信内容はまだ未定です。ごめんなさい、ちょっとこれ急増で作りました。七夕ですね。7月7日の22時から次回の常磐特会のラジオはお送りしようと考えておりますが、ザカさんいかがでしょうか。とりあえず配信前で了解です。ザカさんありがとうございます。ちなみに7月7日の時ってことは23、30がザカさんの配信なので、7月の23、30は月曜日ですかね。ということで次回は7月7日、7月7日、七夕の日の22時からでございます。配信内容は未定ですが、6月ですね。はい、ありがとうございます。配信予定未定ですが、ちょっと歴史紐解く系が面白かったので、次回もちょっとこれやってみようかなと思っていたりとか、逆にいつものなんか常磐特会ラジオらしい企画をお送りしようか、ちょっと検討中でございます。14日の以降はまた大相談でよろしくお願いします。ということで、次回は7月7日土曜日夜10時からお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで今日はなかなか、密の濃い配信でございましたけれども、自分で密の濃いって言っちゃうんかいっていうところでしたけど、皆さんからも告知ございましたら、告知、タイムラインを書いていただければと思います。そうだ、告知コーナーの告知をしてませんでしたね、さっき曲かけるときにね。失礼いたしました。7月4日で七下は4月20日生まれなんですよね、実は。マリンメッセで某スクールアイドルちゃんのライブ見る日じゃねえか。じゃあもうそんなの見るのやめてこっちにいましょう。ということで、皆様からご告知ございましたら、あれこれは後ほどです。
模型の買いすぎで金欠ですという告知をいただきました。ありがとうございます。高 B さん、いや来いよ地元だけに懐かしくありがとうございます。三宅さん、名古屋人40年やってる私も目から鱗の素晴らしい配信とんでもないございません。すみのりさんからですね、近江鉄道120周年の電車映像があります。琵琶湖鉄道映像館すみろべ、こちら、こっちですね違うこっちかこちらすみろべも URL 載っております。ぜひご覧ください。 YouTube ご覧の皆さんはですね、検索ですみろべと、チャンネル検索していただければと思います。告知、座布団募集、偽座布団の前ぐらいでね、あのデビルワードで募集されてましたね、塩崎さんね。ナルシャンイベント期待してます。どうでしょう。あ、トレームさんこんばんは。この後もね、生配信ご覧の方はこの後もございますので。で、ザカさんですね。ザカ番組とまでは、6月23日土曜日の夜10時から、旅行記中国地一人旅、中国地方一人旅参考線と尾道この道編、この小道編を予定されております。同じツイキャスで配信されておりますね。来週の土曜日は、ザカ番組とはねでお楽しみください。115系が増えそうとしていて。あ、黒帯さんは、スマホを買い替えたいので、買い替えされたということで、そのデビュー特集をやります。ぜひともご覧ください。ちょうどね、黒帯さん、ザカさん、私と土曜日配信固まっておりますので、皆さんぜひ乗り換えをしながら、YouTube ご覧の皆さんはアーカイブではなく生配信でご覧いただきながら、お楽しみいただければなと思います。そして6月30日土曜日10時からの坂番組とはねは、旅行記中国地方一人旅一番列車の走る街広島、こちらは私の専門分野でございます楽しみでございます。広島の配信はですね、夏頃を予定しておりますけれども、こちらも配信予定しておりますのでお楽しみに。知人の2歳児が超可愛い。いいですね。私も追い名がそろそろできるかもしれない年齢になってまいりましたので、今回の配信でさらに名鉄好きになりました。今回の配信をもとに名鉄名古屋見に行こうと。潤沢さん、ありがとうございます。トリームさん、明日のタンスキャスは、22時から居酒屋タンスということで、皆さんお酒を片手に居酒屋タンスぜひご覧ください。ザカさんの予定です。どちらもエンディングができています。あとは本編だけです。友太郎さん、やっぱり JR は便利まあでも私もですね、こっち引っ越してきたからですね、民鉄を、なんなら民鉄乗る以外に理由がねえだろうと思ってたんですけども、新快速の便利さに気づいてしまいまして、現在私の京阪新幹線の移動はほとんど新快速でございます。やっぱ住むと変わりますね、そういったやっぱりところもありでもありますけれども、広島は最低でも2本立て以上になる。次次回は広島のとある車両に限定して配信するということですね。坂さん、ありがとう。ヒロレンか。黒帯さん、指定席があるので名鉄行っちゃうんですよね。そうなんですよね。で、私今回この取材に、丸乗りワンデー切符という、10時から午後4時まで特別車乗り放題の一日乗車券使ってまして、で、お昼セントレアで食べて、その後に東岡崎行って戻ったりして名鉄名古屋取材したりという、日程だったんですけれども、なかなかですね、この丸乗りワンデー切符の元を取るのは意外と簡単でして、特別車をひたすら乗り続けると。例えば豊橋から、あ、豊橋じゃない、名古屋から、地流ぐらいでも 特別車使っちゃうとか、そういった使い方をすると大変お得な切符ですね。で、名鉄百貨店グルメ切符というのもあるんですが、こちらがヤバトの特典がちょっとケチられていたので、こっちの方が元取れるかなと思いまして、今回は丸乗りワンデー切符で行かせていただきました。あ、知多半島に行くことが多いので名鉄が多いとおっしゃるのは坂さんですね。やっぱりね、特別車に乗らなくても知多方面は、ね、運賃が高いですからね。名鉄は運賃区分っていうのがありまして、名古屋線だけが安くて、もう田舎の路線行くとだいぶ高くなっちゃうので、JR の地方交通線と同じような感じですね。そういったものもございますので、なかなか名鉄はそういった意味でも面白いところでございます。まあ、ただ私が例えば岐阜とかに住んでいたら名古屋行くのは JR 使うかなっていうのは
ちょっと予想できてしまいますけれども、豊橋だと迷うところですよね。どちらのな。はい、ということで、今日もお送りしてまいりました常磐特化のラジオでございますけれども、今日は名鉄名古屋の美学をお送りいたしました。名古屋本線は JR と並走駅は安い。でも JR の方が安いんですね。なるほど。確かに岐阜と名古屋の間は JR の方が安いんですよね。で、豊橋も安いのかな？もしかしたら。そう、岐阜行くときは JR ですよね。やっぱり神宮とか笠松とかうじうじ通っていくよりは、スパーンと行ける新快速の方が便利だったりするんですが、私が丸乗りマンデー持ってるときは、いつも、名鉄乗ります。はい。新快速が昔ほど混まなくなったか、そうですね。はい。ということで、今日お送りしてまいりました名鉄名古屋の美学、いかがでございましたでしょうか。YouTube ご覧の皆さんはここでお別れでございます。で、ツイキャスでご覧の皆さんは、この後、おまけハミング、酔いどれハミングがございます。酔いどれハミングは単なるフリートークショー、ウィズビールっていう企画でございます。皆さんもですね、生配信ご覧の皆さんはぜひとも、片手にですねお飲み物を、添えていただきながらですねエンディングムービー等々ご覧いただければと思います。トムトムさん、新名古屋から西宮島間がそのろろろ弱いですよね、あそこね。ネタクさん、そのクソ高い千田新線にお世話になった大学時代、通勤定期は安かった。通学定期は安かった。近鉄と同じですね。近鉄も通学定期はそうなんです。4.5 往復で1ヶ月の定期代の元取れますからね。はい。ということで、本日の常磐特化ラジオ18はここまででございます。生配信ご覧の皆さんはエンディングと1曲流した後におまけハミングございますので、こちらもよろしくお願いいたします。ということで、常磐特化ラジオ18、次回は7月7日土曜日七夕の9時です。その頃までは梅雨明けしていることを願いつつエンディングに入りたいと思います。ここまでのお相手は常磐特化でした。それでは。青
クタイを緩めてはベトつく汗をハンカチで拭いながら絡まる嘘をかき分けてビルの街歩いている。終わらせた